どうも、ラブチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は理想的なスライムファングを紹介します。スライムファングは物理アタッカーとしてむちゃくちゃ強いのでおすすめです。もちろん L サイズで使うようにしてください。ステータスはカンストするとこんな感じですね。攻撃力は、スキルでちょっと上がってます。で、特性ですけども、これ。ファイターズハイ。1、3回行動を超会心率アップ。いきなりピオラ、電撃ブレイク大、全体攻撃ですね。とにかく、全体攻撃と超会心率アップ。ファイターズハイ。これが噛み合ってむちゃくちゃ強い。で、3回攻撃が出ると、ほぼ勝つぐらいの、強さを持ってます。そして、いきなりピオラ。これもいいんだよね。素早さが 1.8 倍になって、もともと、素早さはそんなに低くないので、結構先制で攻撃をすることができて、すごくいいです。そして、スキルはこれが間違いないと思います。キラーマジンガ、攻撃力アップ4。爆風ガード、この3つですね。まず、攻撃スキルは、キラーマジンガ。これ、スレイヤーでもいいんだけども、キラーマジンガの方が、いいと思います。まあ、スレイヤーの方がね、攻撃力と素早さが上がって強いんですけども、キラーマジンガには、魔人斬りがついてるんですよ。会心の一撃を出して、ファイターズハイを確実に、発動させることができるので、まあ、キラーマジンガの方が向いてるかなと思います。はい。まあ、スレイヤーでもいいんですけどね。で、攻撃力アップ4。まあ、これは攻撃力の底上げのために絶対に必要かな。で、もう一つを攻撃力アップ3にしてもいいんですけども、まあ、対戦をやるにあたっては爆風ガードの方が現実的だと思います。こっちでね、耐性を上げてあげるとかなりいい感じになるんですよ。こんな感じです。混乱が125。で、眠りが75に、麻痺と休みは100。で、即死が50。ですね。結構防ぐことができるので、単体になったとしても、そこそこ戦っていけます。そして、アクセサリーですけども、耐性などを入れるよりも、攻撃力をゴリゴリ上げてあげた方がいいと思います。今、力のルビーを装備してるんですけども、豪傑の腕輪が最強ですね。はい。ということで今日は最強の物理アタッカー、スライムファングの紹介でした。これほんとめちゃくちゃ強いので、ぜひ作ってみてください。本当におすすめです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。